それでは続いてのお便りです。こちらですね。ヤガミンの怖くないバイオハザードリベレーションズパート15掴む事実消されず真実からいただきました。13分41秒のコメント。激しいドッグファイトだった。ふぅー飛び跳ねてるだけの回ですね。ほら、なんだろう、倒すことだけが攻略じゃないと言いますか、まあ、ああいう倒し方っていうのもあるわけで、でも何ね、ニコニコ動画のね、そのコメントがね、なんかほんとね、あそこの飛び跳ねてるだけの戦闘シーンのところのみんなのなんだろう、あ、今回のヤガミはきっとグダグダしないんだろうなっていう安心感、何俺バグ技でも使わないともうみんなに安心したゲームの実況動画届けられないのもうそろそろ実況者として限界なのもしかして私いやいやいや、でもね、飛び跳ねてるだけでクリアできてね、非常に良かったかなとね、物語本編終盤戦なのに何の話してんだっつってない。というわけで今回も本編どうぞ。はい、ヤガチャチャというわけでございまして、ヤガミンがお送りします怖くないバイオハザードリベレーションズパート17というわけでございまして、前回はですね、あれですね、レーモンドの正体が明らかになった時に、一部の人がね、プレイしてるのかしてないのかはさておき、今のジェシカの行動はおかしいんじゃないかみたいなね、打つの早すぎみたいなことをコメントしてくれてる人がいましたが、案の定ですね、1年以上前にあった、バーでいつかおごるからなという約束はですね、果たせないまま、ジェシカの裏切りによって終わってしまったのが前回でございますが、今回はその物語の続き、見ていきたいと思います。しかしながらですね、今回もまだちょっと、きちいなっていうシナリオが続きます。さあ、というわけで早速物語続きを見ていきたいと思いますが、とりあえず、今までのバイオハザードリベレーションズに関しては、前回見てるものと同一なので、スキップ。さあ、というわけでございまして、エピソード10、No More Lies。こちらのですね、シーン2やっていきたいと思います。さあ、というわけでございましてですね、ここのシナリオはですね、始まった後にいきなりですね、ちょっとした注意が必要なんですね。そこの話をやっていこうかなというふうに思うわけですが、その前に船がドッカンドッカンパラダイス。まあ窓も割れる、まあ窓も割れる。主に窓しか見ないヤガミ。さあ、クイーンセミラミス。少しずつ少しずつ頭が上に上がっていき、誇り高き女王は屈服を是とせず自らを死へと導いた。そして間もなくゼノビアム。自爆装置の起動を確認、速やかなる避難を勧告。このプログラムを停止することはできません。繰り返します。チェックメイト。最後の決め手を私の優秀なしもべが詰めてくれたようだ。このプログラム、さて状況は理解してもらえたかな。理解ならした。あとは貴様を追い詰めるだけだとな。ヒューヒュー。待っていろ、モルガン。なんともくだらん遺言ではあるが、決闘は祈らせてもらうよ。さあ、というわけでございまして、クイーンゼノビアももう残り HP は少ないと。さあ、一部のドアのロックが解除されたようです。さあ、すぐにここを動き出したいところでございますが、絶対にダメ。ここですね、武器庫がここにあるんですけども、持っている武器の中で一部の武器をですね、ハンドガンに持ち替えていただきたいんですね。で、まあハンドガンってね、ここまで来たらなんかいらない武器代表みたいな感じがあると思うんですが、まあここはね、まあヤガミの言うことを信じてですね、とりあえずハンドガンの中でもまあ威力高いハンドガンの方がいいかな。とはいえな、パーカーモデルはな、相談数が低すぎんだよなーと。威力150、まあここら辺かな。M92F を付け替えてと。で、ハンドガンには強化パーツついてないから、一時的にな。ダメージ5、ダメージ5、ファイヤーレート3、ロングマガジン3、これでもう相当ね、相当使える武器になったでしょう。で、こいつをリロードしとくと。という感じで、必ずハンドガンをですね、一丁持っといてください。すぐには使わなくていいんですが、この後すごい大活躍します。さあ、というわけでございまして、どんどんですね、戻っていきましょう。よいしょよいしょ。ね、カークはね、バイオハザード5にも登場したパイロットですね。コードネームはハットトリックって名前だそうです。
さあというわけでございましてですね、今まで動かなかった扉がですね、先ほどのロック解除によってですね開きましたので、この扉から先に進んでいきましょう。さあどこい。さあというわけでね、今まで行ったことない道ですので、この道がどこに繋がるかというところもですね一つ大事なところではございますが、さあ回ってる回ってる、扉が開いて、まだ緊急用通路のようなところ、おっと思いっきり船が揺れる。誘爆が始まったな。時間がないぞ。飛び降りるぞ。さあ穴に向かって、タイヤ。さあというわけでね、よいしょ、ね、水中面になったようですね。でこちらもね、たまーにこうやってなんか物とか落ちてきているように見えますけど、よく見ればここにフォーカスタムパーツがあったりしますので、ここら辺はゲットしていきましょう。よいしょよいしょ、あんまり長いこと沈んでると、よいしょ。さあそしてさらに進んでいきますと、よいしょよいしょ、なんでだから私入れないの毎回ね。え、爆発があったけども、ここに落ちているのは、そうハンドガン弾薬ケース。ハンドガン弾薬ケースほどはいらないけども、まあないかあるかだったらあった方がなんか幸せな気持ちになる感じのアイテム。さあというわけでさらに進んでいきますが、どんどんドッカンドッカンしてますよ。まあ、あの基本的にね、ここのドッカンはあの見かけ倒しのドッカンが多いので、あそうですかってなんか笑顔で見送ってあげられればいいのかなっていう感じです。わー怖いねーっていうね、やっぱりね、その海外映画を意識してるのか、相当演出が凝ってるよね。ここはもう通れない、迂回して合流しよう。さあというわけでございまして、クリスと分断されてしまって、先にいるのが、おや、誰かの影。そうです、パーカー。いや、ジル、立てる、パーカー、すまん、ジル。さあというわけで、ここからはですね、片手武器しか使えなくなるんですね。なのでハンドガンが大活躍。ジェシカが、さあというわけで、ジェシカが裏切り者ということが分かったところでですね、パーカーに肩を貸しながら進んでいくのですが、敵キャラもいたりいなかったり。お前は大丈夫なやつか。おお、今あれだ、あのなんだっけ、ピーっていうなんだっけ、あの機械のやつもう使えねえのか。よいしょ、ハンドガン弾ゲットして、どの敵が動くかまではメモってないよ、うふふ。はい、これじゃ通れないわ。起き上がるんちゃうんけ。どこかで止められないのか。やばい、来るということだけ分かっている状態が一番怖いそれが一番しんどい。さあ蒸気を止めることに成功したが、起きないの。近づいたら、お前は全く違うところから、ふふ。え、なんでお前全然当たんねん、全然当たんねん、何お前、お前なんかヒット判定おかしいんちゃうのお前、どけどけ。さあパーカーに肩を貸したまま先に進んでいきましょう。さあこの通路の先でおそらくですけども、地図を見る限りクリスと合流できそうな配置。よいしょ。さあ電気をつけて、クリス、説明は後よ、援護お願い。了解だ。え、了解だってる。お前が一番なんだろう、援護必要な状態じゃね。よいしょ。さあというわけで、クリス、ジル、パーカーという3人編成で先に進んでいきましょう。さあセミラミス同様、おお、なんか飛んできましたけど。さあなんかレーモンドに対してなんか言ってますけどもね。え、確かにね、レーモンドが落ちてきたところで一回会話をしているのは見ておりますけども、実はレーモンドとですね、パーカーにはまだ語られてない過去のお話があったりするんですね。まあそこら辺に関してはまたまたですね、進んでいった先で。このままだ。まずいな。だが必ず全員で脱出してみせる。さすが正義感の熱い男。後になっちまったな。すまない。さあパーカーも最初はデブキャラと思っていじってたけども、非常に後半に行くにつれていいキャラなのが分かってきた。さあ下もなんかやばい通路でございますが、なんとここでデモシーン。まさかのパーカー掴んだ。
ジル一人ではパーカーはきついのでは。さあクリスも援護に入る。どこどんついてない夜だぜ。パーカーの手が。くそー、楽しかったぜジル、最高の船旅だった。じゃあなみんな。まさかの、ここで仲間からパーカーが離脱。さあせめてここにある遺言ではないですが、パーカーが持っていたガバメントをゲットして、さあ先に進んでいきましょう。残り時間があんまりごぜえやせん。よいしょ。さあハンドガン使ってましたけどもね、パーカーの援護のためだけに使っていたものでございますので、正直なところもうこちらの、ハンドガンは二度と使うことはないかなと二度と使うことはないかなというところでございまして、さらにパーカーのにはですねリベンジ 120% が最初からついているっていうところで、非常にお得かつですね使いやすい武器ではないかと。いやーパーカー。さあというわけでウィンナムに切り替えた状態で残り制限時間をですね、おーっとなんかどこから撃たれてんだ。おーお前てめえこーねやろ、お前おめこんにゃろめがおめ生意気に離れたところから、おいどどんどこどーんと、ちょっと待って、それは痛いんじゃないの。あ倒れてるじゃない倒れてるじゃない倒れてるじゃない、振りかぶり当たらない、あぶね。さーって上、どっち上なの下なのどっちなのあんた。リロードトリーム、あなた倒してからリロードしたいなっつって、間に合うかしら。オッケー、ああまだまだそれが残ってる。うん、これを全部マシンガンでやる必要はなかったんじゃないかな、もったいないんじゃないかな。よいしょ。さあというわけでここのバルブをひねっていきましょう。よいしょよいしょ。で煙が止まりましたので入れつつ、弾は補充しつつ、よいしょ、上に上がっていきましょう。残り3分。さあ先に進んでいく右側には非常に多くのねガス管というところ、ちょっと危険な感じの香りがしますけども、そう危険な香りがしたのはあなたが来るから。やだやだ、あのあなたはロケハンでなんかお前近っ、ロケハンでなんかお前にやられたと思ってんだよ。口はねろ、写真撮るぞこの野郎お前。イエーイ間に合った。さーてさーて残り2分半。さあ少しずつ時間が迫っておりますがね、きっとパーカーはね先に行かせてくれようとして手を離したんでしょうから、パーカーのですね犠牲を無駄にしないためにはもうここを先に進んでいくしかない。さあ敵キャラが落ちてくる、カスタムパーツを拾った後はそうですねと、あれぐらいのねやつらをとりあえず無視して進んでいく。さあはしごを登っていく、はしごを登っていく、残り制限時間は2分。さあ思いっきり火柱が上がる。さあここでございますがですね、ここね上からねなんかね物がいっぱい降ってくんの。これね順番があって、順番通りにね移動しないとボート危ない、びっくりした。順番通りに行かないといけなくて、ねロケハンでねいっぱい傷ついたんだけど、1回目が左側かな、ドラム缶が転がってくればねそれで合ってるはずなんだけど、で次は右端、おっと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 、で右端で次はもう右端、痛い、次も右端って落としたらまだ右が浅かったのね。で次は左端か、右端でも左端でも抜けれるって書いてるんだ、これ右端だな。大丈夫、そこのボートがガチャーン、おうと、で最後は右端か、
というわけでございましてですね、荷物が転がってくるのもなんとか避け、最後の通路を走り切ればこちらのエピソード10はシナリオがクリアと。さあ爆発が止まらない。なんかでっかい触手が出た。パイロットが嘆くのは後にしておけ。ねえ、女性のなんかあのヘリコプターの操縦員っぽい声がしたんですけどね、ジル・クリス早くっていうセリフだけを持ってね、あのそのままドロップアウトしてしまうと非常に残念な結果だったわけでございますが、さあというわけでございましてですね、これをもちましてエピソード10が終わりまして、ノーモアライズが終わりました。しかしながらですね、クリスとジルの目の前に現れたのはおそらく、クリス・ジェシカが上陸する時にもですね戦った触手みたいなやつらですね。さああいつらとどういう戦いになっていくのか、続きの物語も見ていきましょう。さあというわけでございまして、エピソード11に入りますので、もちろん今まで通り、これまでのバイオハザードリベレーションズ、そのまま動くな。こいつが押そうとしているのはこの船の自爆装置だ。証拠隠滅のためのな。自爆装置の起動を確認。最後の決め手を私の優秀なしもべが詰めてくれたようだ。さて状況は理解してもらえたかな。ジェシカ、ごめんね、バカ。じゃあな、みんな。バカ。さあ、というわけでございましてですね、もうそろそろキャラクターの関係性も全て見えてきたのかなといったところでございます。さあ、リベレーションズという言葉にはですね、真実という意味がございます。エピソード11リベレーションズ参りましょう。というわけでまずはジル・クリスのママ、先ほどどんな何があったのかというところからですね、続きを見ていきたいなというふうに思っております。さあ、クイーンズノビア上空、落ちる発射トリック聞こえるか。この状況下での回収は不可能だ。周囲を旋回して待機する。以上。こいつも実験で作られたのか。やるしかないわクリス。さあというわけでボス戦、マラコーダとの戦いになります。繰り返す、石油危険だ。そいつをどうにかできないか。さあ、ここのシナリオなんでございますが、まずクリスが言ってる通りですね、この本体はどうでもいいんです。ここの横にいるふよふよした寄生虫がですね敵なんですね。でまずですね、何もしないのも暇なので1分近くですね、見える寄生虫をこの後あんまり使わないスナイパーライフルなどで片付けておきましょう。というのがですね、この後のシナリオ、ちょっとまあ、先にちょっとメタのこと言うと、マシンガンとショットガンは使っていくんですが、他のアイテムに関しては若干なくてもいいかなってとこです。なんで、あのライフルに関してはもういくら待ってても使わないので、なんでここら辺でですね、ライフルの弾を吐くつもりでガンガンこの敵にぶつけていきましょう。しかしながらですね、4分以内にこのデカブツを倒すことはスナイパーライフルだけではもちろん叶いません。じゃあどうするのかという話なんでございますが、約1分ほど経過するとですね、カークからですね、支援物資が届きます。まだかなぁと。カーク、よいしょ。さあ、というわけで弾薬を投下した、補充してくれということで、ここで手に入るのがロケットランチャー。さあ、というわけでロケットランチャーを構えてですね、当てていきたいところ。よいしょ、当たるかな。 OK。でまたですね、スナイパーライフルに戻しまして、もうこのサイクルですね。で一発だけではなく何発もですね、支援物資でロケットランチャーをくれるので、でこの支援物資でくれるロケットランチャーを何発外さないでいけるかっていうのが、この4分間っていうハードルにかかってくるところかなと。
ちなみにロケハンやった時ですね、実はここまだロケハン1回しか出ないんですけど、1回ロケハンやった時はクリアタイムが残り 0.5 秒だったのでちょっとですねロケハンを生かして一発でクリアに持ってきたいなと思うんですけど、よいしょ、2発あるじゃないロケットランチャー、2発だよね、そう2発とも当ててきたいね。さーてと、どれが引っ込んでどれが引っ込まないかがね判断が難しいんだよね。よいしょ、当たった、痛い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 、まあグリーンハーブあるからいいんだけど、よいしょ、でさらにロケットランチャーを、さーて右手かな、はい、確実に当ててく、でまたスナイパーライフルに持ち替えてと、おやおや、もう顔面しか残ってないのでは、あれもう終わった、ロケハンの価値バリバリにあったわ。さすがだぜジル、クリス、はしごを下ろす、今のうちに登ってくれ、ヤガミやるじゃん、ここメモ注意って書いてあるとこだよ、やるじゃんヤガミさあはしごを登っていく、しかしながらまだ生きている、さあクリスとヘリコプターが思いっきりマラコータに引っ張られる、なんとか体勢を立て直す、カークもうまく上げていく、さあなんとかマラコーダを振りほどいた、頑張れ、ここから離脱する、いやまだだ、こいつを野放しにはできない、同感よ、行くわよクリス。さあというわけでございまして、マラコーダ戦まだ続きます。基本的にマラコーダ戦はですね、これジェシカとジルが上陸した時と同じ機関銃なので、まあ、B ボタンを押すとクールダウンが早く進んだりだとか、あとは弾があれば R のグレネードでこうやって撃てるみたいな、このルールも特に変わっておりません。なのであの時にね扱いをどれだぐらい慣れてたのかってところが非常に重要なのかなと思います。グレネードに関しては自動で少しずつ補充されていきますので、まあなのでグレネードのね弾数があまりマックスの状態でね放置したのももったいないだけなので、グレネードの弾数がそこまで余らないことを目視しつつ、できる限りはこのねガトリングでどん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 攻めていくというのができるのが理想的じゃないかなと思います。よいしょ、それにしてもヤガミ本当にこの実況の中でなんつうの、昔から言ってんだけどさ、ヤガミさ、なんだろう、あーごめんなすって、アクションっぽいアクション好きなんだけどさ、こういう何ちょっとエイム力みたいのがさ求められるのってね、あんま得意じゃないの。あのね、ほんとね、バイオ4、5、リベレーションズっていう歴史の中で矢上エイム力上がったと思うこれでもここ最近なんかね狙い撃つのが楽しくなってきたもんね、ロケハンやつでね。さーてとと、さあさあ余っちゃってる部分は少しずつ少しずつうまく使っていきながら、とりあえずですねここに関してはどん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 こうやってねいっぱい出てくるので、これをですね適当に鎮圧しながらガンガン撃ってればイベントが進みますので、はい、危ない、今のギリギリクールダウンじゃないと思って俺なんか自信満々にやったのにクールダウンだって人だったんですね。よいしょ、喋りがお隣だぜ。さーてとっと、はい、あ、すぐ落ちちゃったじゃん。じゃあはい、よいしょ、当たってないねと、よいしょ、さあカークのヘリコプター技術が光る光る、さああと少しでもクールダウンしておきつつ、さあさあ何回も何回もねここら辺ぐるぐると回るような、さあ残りの触手も落としてく、よいしょ、オーバーヒートは見えてなかった、素直に認めるヤガミ、よいしょ、あグレネードってもんど上がるんだった、そうだそうだ、さーいてちょっと、もうちょっとで終わりじゃねえのっつって、ほら出てけ出てけ、
ちょっとオーバーヒートしそうかな。クールダウンしつつと、よいしょ、それ取れなさいよ、よいしょ、で待ってと、よいしょ、あーちょっとあれかずれたか、でクールダウンしてと、いっぱい出てきたね、いっぱい出てきたね、はい、そうですそうですそうです、あー右側クリス君頼むよ、右はクリス君に任せてるんちゃうんけ。さあで、それが終わればそろそろ終わりじゃなかろうか。さあ顔面のみ、さあ頭から煙が出てるが、大きく口を開いて中から触手が出てきた。さあ触手にいくら攻撃を与えても食らってる感じがない。するとそこでカークからいただいたこの武器で真ん中をね、このターゲットの中に入れておきまして、ロックオンで射撃、よいしょー。というわけでスティンガー思いっきり口の中にぶち込んでやって試合終了。さあ5時2分クイーンゼノビア上空、クイーンゼノビアが沈んでいくわ。私だ、状況報告を。脱出直前でパーカーが犠牲に、ジェシカの裏切りで船も沈んだ。 FBC、 いや、モルガンにことごとく先手を打たれた。そうか、この事態を招いた責任は私にある。聞かせてくれオブライエン、全てを明らかにしてくれ。ああ、全ては1年前あの場所テラグリジアから始まった。さあというわけでテラグリジアから1年前に始まったとある事件というわけでございますが、そこで何があるのか。さあまだクリスとジルはまだ真実にはまだたどり着いていないようです。さあ次回はですね、ライエンの言葉から、いやその時の情景をですね、一度思い返すように皆さんと一緒に見ていければなというふうに思っておりますが、とりあえず今回はこの辺で。パーカー嫌いじゃなかったぜ。というわけでございまして、また次回の動画にてお会いしましょう。ここまでのお会いだった私ハミンがお送りしました。 See you next time. See you. バイバイ、お疲れ様でした。